竹雄、津田が1月1日から1892年3月は、江戸時代の儒学者、明治時代の自由民権運動家。長野県松本地方で結成された、進むただ死者設立の主要メンバーを育てた私塾の塾長であった。本名は氷、通称は章二郎、字は文保。終わり藩基礎大館山村市の家臣教育機関、聖画館の受信。 武井隆司祭の長男として生まれ、天保7年に江戸に出て昌平坂学問所の古賀道安や松崎高堂の塾に学び、天保13年帰郷、聖画館の助教となり、慶応3年には学等を務めた。明治維新後、藤森葛谷が明治3年に私費で将来の人材育成のために南安美郡豊品村聖書をに行ったの。 構造寺境台に開いた私塾なお、競技塾の塾長として、家族ごと招かれた。竹井はここで、感覚や、解明的な学問を教え、知種、自由、民本の思想を伝えた。竹井はまた、帽子を読み替えて、民権論を作り出した。こうして、明治13年に、松本地方で、進むただし者が発足する際には、なお、競技塾がその基礎を作ったと言える。 進むただ死者の創立委員20名の中には竹井も入っている。明治17年に上京し、明治19年には在京中の島崎藤村に、死境、春秋差し伝を教授し、そのため、藤村の夜明け前、桜の実の熟するとき、幼き日、力持ち、幼な物語等に描かれることとなった。 明治二十三年には西地区間郡庁の要請で木池ける古今遠隔詞を編纂。明治二十五年に福島村で没した。進む正し社の名前は樹者でもあった武井が、公共にあるそれの美を照準し、それの悪を供給すに由来して名付けたと武井が進む正し社記に書いている。四十歳の時、徒歩の世をつたなありわれ、道からこを世をつたなとする。 竹井の熟成であった松沢旧作は藤森と竹井の指導で状況騒動を芝居、民権官、カスケの面影に書いた。後に松本地方における普通選挙規制運動を主導した古畑玄太郎と中村田八郎も熟成であった。ありがとうございます。